腰シシザライオネット版。必殺技はライオネットボンバー。腕を十字に組んで敵に強力な体当たりを浴びせる技である。頑丈さが身上とされるが、その他は特筆すべき特徴も出番もないキャラクター。ギャラクシアンウォーズではジャブに完敗した直後のシーンしか描かれておらず、セリフも活躍の場もない。12級編での再登場で初めて剣を振るう場面とセリフがあった。アニメのギャラクシアンウォーズではジャブが地平道を吐くまで痛めつけるなど途中まで圧倒していたが、ジャブの反撃の前にセリフを吐かずして敗北。後にセイヤとシリュウが戦い敗北し、餓死状態となったシリュウを蘇生させようとするセイヤのもとへ一夜劇とともに駆けつけて応援の言葉を送ったのが初のセリフである。原作のギャラクシアンウォーズ時は他のブロンズセイントたちと比べて平均的な身長であったが、アニメでは劇に次ぐ巨体で描かれており、原作でも12級編冥王ハーデス変更期と戦いが進むにつれ劇に並ぶ巨漢の闘士として描かれている。クロスのオブジェ形態は獅子というより狛犬や沖縄のシーサーの姿に似ている。セイントセイやオメガでの活躍、前腰シシザのブロンズセイントで引退しなちとともにスチールセイント養成所で訓練生を指導、自称グレートティーチャー。訓練生時代のスバルを指導しており、その才能が開花することを望んでいる。パラサイト襲来の情報を受けるとすぐさま養成所を放棄し、体制を立て直すためスチールセイントたちを連れてパライストラへ向かう。腰シシ星座の後継者たるソーマの活躍を喜んでいる。パラスベルダでは開発者である浅森博士の粋な計らいにより、かつての腰シシ星座のブロンズクロスを模した専用のスチールクロスを身にまとい、パラサイトの大軍と戦っている。パラス城内部へ突入したゴーガたちを追うパラサイト兵を食い止めるため奮戦。サターンの復活後は出現したサターンの軍勢及びエーギルと交戦している。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ご意見やご要望のコメント待っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time。